マックサガイドットコムの掲示板にいただいたご質問にお答えします。先ほど何ジュールという何ジュールをインストールしたのですが、これ iPhone アプリですね。使い方がよく分かりません。もしよろしければ使い方を教えていただきたいですということで、これまあ私が作った iPhone アプリなんですけども、すごい昔のやつですけどね、それの使い方をご紹介すると、起動するとね、プラスマイナスっていうボタンがあるんですよね。球の重さとか速度の横かな。そこを押すとね、まあ今あるかな、インストールこれあるかな、わかるかな、これですね、はい、わかるかな、まあこういうアプリです。今のでも動くんですね。もう全然メンテしてないから画面サイズが合ってないです。それでここですね、ここを押すと重さが変わるんですよ。例えば 0.25g の球で初速を85で飛ばすとするじゃないですか。そうすると 0.9 ジュールですよっていうのが出ます。はい。でこれ便利なのがね、8mmBB とかにも対応してるますし、確かそうですね、8mmBB でもまあ結局重さなのでね、まあ8ミリ変えたからって言って変わらないですね。8mmBB のなおかつまあ 0.3 とか重いですよね。 8mmBB ってね。なのでまあそう言って変えて、あとまあここでねフィートでも設定はできるようになってますね。おちゃんと動いてる。おっていうことで、ナンジュールっていうアプリの紹介でした。まああんな感じで使う感じになります。まあそうですね、アプリの紹介というか使い方についてねご紹介しました。やっぱチューンとかしてるとね、ちょっと不安になったり、ちょっとグラム数の違う球だと、あれこれ何ジュールだっけみたいなことになると思うので、まあ、そういう場合のね参考にしていただければありがたいです。というわけで何ジュールっていうアプリの使い方についてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。